この前ね、メガネ見に行ったんです。あの荻野信号って知ってます？ダブルコミックって知りません？ダブルコミックっていうね、年の差30歳離れてるコンビがあるんですよ。で、荻野信号って若い方のやつについてきてもうたんですけど、兄弟なんですけど、小学校の低学年、高学年行ってるかな、行ってないと思うけど、2人が千枚メガネを走り回るんですよ。うわー言うて、でたまにシャッて奥のカーテン開いたら、あのね、あの前も言いましたけど、あの寺小屋の優等生になれるメガネありますやん、同意でるやつね、恥ずかしめを受けるやつあるやんかね、 あれでね、お母さんがそのまんまでね、静かにしー待てろーってバーンまた閉めるんよ。ほんでまたその時はピタッて収まるんよ。ほんで俺をメガネ見とったら、その弟らしきやつが来て、僕のここをねカン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 ってやんねん。でハッと見たらメガネ3つかけとんねん、ここで。ほんでね、もう3つ目なんかここで下唇でこう止めとんねん、こうやって。で、なんて言うてんかわからんから、三つやって言うたったんですよ。で、うーんって笑って、ほな兄貴が、俺四ついけるでってわけのわからん。お、四つ見してくれって言うたら、わー言うて、わーやって四つ見してくれ。もう四つなんかすごいよ、もう三つ、3.5個やわ、あれな。もうここ、もう半分重なってる、四つだとか言うて、すごいなー、わー言うて、また走り回っとんねん。ほんで、なんか兄弟がね、兄弟で壺にはまったメガネがあったんですよ。あの野村幸男がかけるようなね、薄いあの色の入ったね、あのメガネね。で、それをね、なんか取り合いしてんねん。これ俺のや言うて、違うこれ俺のや言うて、いや厳密に言うたらメガネ屋さんのやでと言いたかったけど、ほんでわーってなってて、もうギャー言い出したから、シャッて開いて、お母さんがまたそのこれかけたまんまね、こらなしてんのって言うて、多分どう追ってないんやろね、子供ここおんのに、お母さんね、この辺をコラッてやってやって逃げなって言うてるんですね。別に逃げてないやんか。メガネ返しなさいって言ったら、はいってこってやったらね、もうまた手前をこうやって掴んではるんですよ。来たと返しねとか言うて、メガネ取りゃええのに思ってね。ほんでそれ見て、荻野ってすごいなと、大阪の子えぐいな言うて、ほんでまあ楽屋戻ったね。で、僕メガネをね買い替えたいなと、別にこのままでいいんですけど、そこで買おうもだけど、もうなんかそんなんもあったし、またまあどっかで買うわって。ほんでまたバーッと何日か経って、メガネ買おうかなと思って、どこで買おうかなと思った時に、地元のね、なんかあのメガネ屋さんありますやん、あのメガネ屋さんでも何でもええわ、店屋でどうやって生計立ててんやろ的なね。で、近所の奥さんに、あそこ土地自分のもんやから家賃いらんから行けてんねやみたいな話されられる店ってあるやんかね。そこのメガネ屋さんバージョン行こう思って、ほんでね、あんま入ったことないとこね、バーって入ったんですよ。ほんでね、聞いたことない音やったわ、ティン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 って言うて、なんか言うたんやな、何この音思って。ほんなら一人おっさんがこうやってこう顕微鏡を覗きながらね、ふわっとこっち見て、いらっしゃいって言って、またこうやったんです。え、入り方が悪かったのみたいな、ティンティンティンに合わせてなんかしなあかんかったと思いながら、えってなったんですよね。で、渋い顔のおっさんなんですよ。蜷川幸雄に似てるんですね、顔が。50代まだ後半いってるかなぐらいの蜷川、もうここから蜷川と呼ばせてもらいますけど、蜷川がね、なんかチラチラ見ながらね、話しとるんですよ。でね、あ、分かったと、もうやる気ないねや、商売と。多分そういうとこで買う人っておじいちゃんおばあちゃんでしょ、多分か、おっちゃん、かなりのおっちゃん、昔から知ってるからそこで買おうっていうような感覚やと思うね。だからこんなぐらいの年のやつが来ても、冷やかしかなんか時間つぶしで来たっていうのが何百人何千人とおんねんなと思ったんですよね。で、分かったと、ここでこうたると、俺がね、で、蜷川の熱い気持ちを俺が呼び起こしたろここで買おう思って、で、蜷川にね、すいません、ちょっと見ていいですかって言うたら、どうぞ、まあ、どう。ほんでね、何百個もあんのよ、そこも何百個もあんねんけど、全部ダサいのよ。ブンってなって、これはかなりの難問やぞ思って、派手なんか一個もないね。一個あるのは赤のメガネ、赤だけ、もう赤っていうメガネやね。もうでもタージンさんと間違えられるから、これはあかんこれはあかんってなって、でブーってかけていったん、いろいろね。ほんでほっと気ぃついたら、蜷川がね、渋い顔してね、かけたやつを一個ずつ拭いていくよね、こうやってね。いや、感じ悪いやんかね、俺むっちゃ感じ悪いな。でもね、もう冷やかしやったら帰れよという意味やとね、やっとったやんけと
俺はこうお前を立ち直らせたるとその姿勢な、うん、やっとけやっとけと、ほんでわーってやってねかけたんです。ほんで黒縁を2つ選んだんです、その中からね。ほんですいません、あのこれとこれどっちがいいですかねって聞いたんですよ。ほんで向こうがんってなってかけてみてって言われて、で1個かけたんです、ね、で、うん、で1個かけたんです、うん、どうですか、うん、こっちはねちょっと顔が大きく見えるね。あ、そうですか。こっちはね老けて見えるどっちもあかんやんほんで、あ、そうですか言って、いや、どっちかよかったら買おうかな思ったんですけどって言った時に、蜷川のもうなんていうんですかな、もう冷め切った導火線に火がついたんですねなんか顔が一気に変わったんですよ、んって。で、お兄さん黒縁イメージチェンジで銀縁どうって言われたんです。あ、これちょっと気負ったなと、ね、銀縁ですかって言ったら、これどうかなパッて渡されてかけたんですよ。全然やな思って、ってもうようわからんしね、レンズも入ってへんから、ってなったら、わっ相棒の水谷豊みたいって言うだいぶ心開いてきたな思ってね、で、わ開いてきた思ってね、で僕もそう思いますか亀山くんって言うたんですよ、うん、それは無視なんですよお前ちゃんと見てへんやろ思ったんですよね相棒ちゃんと見てへんやろおっさんと。ほんでね、いや僕ね金縁もいいんですけどやっぱ黒縁が好きなんで、まず1個目は黒縁買いますわと、で次は銀縁またここで見ますわって言ったら、もうノリノリになってきて、オッケー任しとけみたいな、あお前の黒縁俺がバン決めたるみたいな感じで、これ間違いないって持ってきたんですよ、ね、ものすごい黒縁でっかい、こんな黒縁バこれっすか、間違いない、物もいい、かけてみてっていう、もうなんかもう本気モード入ってきたわけですね。ほんでねパッて かけてね見たら、さっきも言ったけどレンズが入ってないから動画入ってへんからよく分からへんので、これいけてんのかなって見てたら、完璧やって言うんですよ、よう似合うてるって、ね、こう自分鏡しか見てへんし、まだこれレン、ね、動画入ってへんから見づらいと思うけど、よう似合うてるからこれ間違いないよってね、で僕がね、ほんまですかって言うと、ほんまや間違いない、どうしようかな、でもねここで買うって決めたし、でもこれでって言うたんです。だ、オッケーみたいな、な行こうかみたいな、要するに測りに行こうかみたいな恥ずかしめを受けにね、僕は今から行くわけですよ。で、わかりましたって言って、ほんでこうメガネを置いて、でこうまたこれね恥ずかしめのやつをかけさせられてね、ペコペコ変えられるんですよね、はずいわ思って、蜷川幸雄の前でこんな恥ずかしい思い、なんか藤原竜也の気持ちが分かってね、全裸にされたみたいなノリのね、で、まあ、こうなんだみたいな、あ藤原竜也もこんな気持ちやったやろな思って、でやったよ。で1週間後にできますって言われて、あそうですか、で、あ、値段聞いてへんと思って、でおいくらですかって言ったら49,800円って言うてです、高っと思って、高っと思ったけどここで買うって決めたし、物もええって言うから、うわ今更やめるっちゅうわけにもいかんしな思って、ここでやめるって言ったら蜷川の気持ちはまたね、こんな冷やかし初めてやってなるこんな悪質な冷やかしあるかみたいな、分かりました、カード聞きますって言ったら、カード聞くって言うから、カード出したんです。で1週間後来てねって、分かりました。で1週間後ですよ、また訳の分からんティン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 みたいな音鳴って、パッて見たら蜷川またこうやって覗いとるんです。あいつ1日1日どれぐらい覗いてんのかな、もうこれいつ行っても覗いとるんですよ。でパッて見て僕の顔見てってやったらですね、あもうこれ心つながったなみたいなほんでこれかけてみって言ってかけたんです、ね、でも49,800円ですからね、言うてもかけたんです。でねパッてこう見た時に、うーんいけてんのかなみたいにまたなったんですよ。ほんならね蜷川がね、大丈夫間違いない、俺が言うから大丈夫や、僕が言うから大丈夫、よく似合ってる、物もいいっていう、その物もいいっていうのがよくわからないんですね、だから今考えたら物もいいからって、わかりましたじゃあこれで、じゃあまた今度買いに来ますって言って、でこのね
買った眼鏡を外そう思ったら、ちょっと待ち、ね、かけていきと、ね、これ慣れときなさいと、ね、似合ってる、みんな振り向くよみたいなこと言うてきて、マジっすか、そんな似合ってますって、めっちゃ似合ってるって、よっしゃってなって、でそれかけてね、出ていったらやっぱ気持ちいいんです、新しい眼鏡ね、レンズも綺麗しよう見えるんですよ、ね、で49,800 円やしと思って、でずっと帰ってて、でね、かっこええかな思って、で家カチャカチャってバッて開けたら、嫁が走ってきて、うわ大橋巨泉やって言われて怪我するしね、ブログ見てる人います、僕のブログ見てくれてる人、あ、ありがとうございます。見てる人に説明すると、僕ね頭切れたんです、こここれね、聞いてくれます、岡山でね仕事があったんです、ロケでね、でね、このねブログの読んでる人もちょっと全貌を明らかにしますわ、朝めっちゃ早い新幹線乗って行ったんです、もう寝ぼけてるんですよ、でね、もう眠たいねんけど、岡山やから寝れないんですよ、終点やったら寝れるけど、岡山でちょうど会うまで40分45分50分ぐらい着くから、もうずっと目開けて起きてたんですね、で嫌 やな思ってね、眠たいわ思いながら、でも仕事やからね、ありがたいことだから頑張らな思いながら、バーって行っても眠たい、まあ眠たいわけですよ、ほんでね、なんなんあの、俺もう前も言うたんか知らんけど、あの自動の取るやつちゃんと入れてんのに、キコンキコンキコンって閉まるように、昔言いましたよね、僕 JR の大阪駅でポンと入れたら、こっちがこう閉まったっていうのね、びっくりしたよ、急に鋭利なもんが出てくるから、何すんだよって言って、違うやんって言って、入れましたよみたいなの言うたことがあるんですけどね、あんな人見たことはないわね今まで、ほんでね、キコンキコンってちょっとね、駅員さんがすいませんとか言って、なんやしてるんですよ、ほんで、あ、OK ですってね、はい、じゃあ、こうやって、いや、出たんですよ、ほんならもうね、西口の方やったかな、岡山駅の新幹線の土砂降りなんですよ、雨が、ほんで、そこからね、ジャンボタクシーで行こうって、で、ジャンボタクシーって分かります、あの、ワゴンなんですよ、普通の乗用車の形じゃなくて、ワゴン車タイプの、タクシーなんですね、そこでもう矢野さん、矢野はもう岡山前乗りしてるわけですよね、うん、で、嫁さんと子供がおるわけですから、前乗りしてるわけですね、でもう車におるって言うから、ほんなら前行こうか言って、 AD の女の子と二人で向かったんですよ、ブワー降っててね、どこじゃんたくどこで、あれや思いますって言って指さしたんが、普通ね出口のより近いところに来てくれてるイメージないね、それかもうちょっと雨かからんところをたどっていけば、ここ地元の人やねんから分かってる思うのに、ものすごいとむき出しのとこでジャンボタクシーの横で運転手さんが傘差してここで待ってくれてはるんですよ、意味ないやん、そこであなたが待っててもね、で乗っといてくれてもええよと、別にそれやったらせめてね駅のとこまで来てくれてたら分かるけど、でもうあれかもうしゃあないな行こうか言うて、でも走ろう言うてわーって行ったら、女の子がね AD の女の子が傘をこうやってくれるんですけど、僕にかけたらその子濡れるやんかね、別にええやん、そんなタレントさんやから言うたってそんなんちゃうし、別に濡れてもええから、もうええって言うて走った方が早い言うて、ほんま走った方が遅いんですけど走って、ね、うわー言うたら奇跡が起きてね、僕が走ってるコースね、ここバス停なんですよ、ね、でここがここはバス停ですね、バスが止まるとこで、ここバス停ね、でそこにね朝やから学生さんがね30人ぐらい屋についたところのバスね待てるとこやから、もうすし詰め状態で待ってるんですよ、僕そのちょうどそのねこの間をこう走ってたわけですよ、だから奇跡が起きて、僕がここのねちょうどこのバスの入り口と学生さんのちょうど交わるとこの線ねに着く手前にバスもこっちから入ってきてるわけですよ、ほんで入ってきて、でパカッて開けて、僕がちょうどねその交わるとこに来た時に学生さんがこっちから押し寄せてきたんですね、ね、ほんな僕がブワー押されて、僕が先頭に乗るような感じになったんですよ、ね、こんなもん奇跡のタイミングやんか、だって後々考えたら切符ちゃんと言っときゃねクリアしてるわけですよ、そのバスは来てないわけやから、俺もたもたしてへんかったら、あれがあったがために俺が先頭になる一回ね、僕そんな本もあって、前の梅田花月の時に ロバートがタクシーで降りてきた時に、ファンの子の真ん中やったんや押されて、俺が
ファン代表みたいにロバートの前に行ったことがあるんですよ。ね、なんすかって言われたんですけど、それはなんすかよな、それは俺もなぁとなったけど、でもうね、そのバスやブワーもみくちゃんされてね、38のおっさんがで雨濡れながら乗らないよって言うて、ね、乗らないとか言うて、ほんの AD の子も兵藤さんそれと違いますと分かってるよ、ね、何人で行くねんと、こんなもん何のロケやねん30人連れてね、で分かってないよってバーなって、もう必死やんこっちは、雨バーやし、ほんでわー言うて押しのけて、わーって言ったらもうね、テンションが上がってもうてるわけですよ。さっきのね、あのうわーなってバーン叩いたおっさんと一緒で、もうテンション上がりきってもうてるから、イメージはもうね、なんちゅうの、ガラガラガラ開けてもうって飛び乗ってバーン閉めて、俺がゴー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 って言ったら車がキューンって出発するぐらいの FBI 感覚みたいになってるわけですね。でね、わーって言って名前言ってわー走った、ほんなら女の子がね、乗りますそれですって言うたんですね。ほんなタクシーの運転手さんが雨濡れてるのよとこね、僕にね笑顔でね、ジャンタクの横でですよ、傘を差し出すんですよ。意味わからんことなんでそこで俺もうでつだってアホかよ、違うやん、こんなとこで傘いらんやん、この距離で。で俺が違う、開けて言うて、もうテンション上がってもう出て、ほんでまたテンション上げるのが、開けた時に矢野が蒲田行進曲の銀ちゃんばりに僕の方で来いやみたいな、それもわーみたいな、あいつのやらしいのは濡れんの嫌やから指先ぐらいしか下がるんですよ。ほんで俺はおっしゃー言うて、わー言うてステップに乗ってね、こう行かなあかんのを、なんのあれなんやろね、こう飛んだよな、ほら上ね、めちゃめちゃやで、ゴム巻いてくれてたからよかった。俺、ね、もしむき出しやったら僕ね、包丁研ぎみたいな形になってるの、頭がシャッシャってやるような、もうね、ゴムやったから、でもガチーンって、もう人生最大に打ったわけです。ほんでね、これ誰も信じてくれないですけど、ガチーン打った時に火花散るみたいに言いません？パパパパパって、火花どころの騒ぎじゃないんですよ、ガチーン打った瞬間に目の前がピカーンって光って、これ信じてもらえないんですけどね、テンガロンハットかぶった白人が割れてたんですよ。誰も信用してくれないんですよ。で、もうピカーンの光の中にテンガロンハットが見えたんですよ。で、おいだーってなって、その勢いで一番後ろのシートに行って、僕はわたってなったんですよ。で、眠いって言って寝たんですけどね、矢野は失神したまでなんつって、それぐらい車がブンってなったんですって、ね、ほんでですよ、揺られながらあなってて、で現場ついて起こされて、俺もう頭ズキズキするし、あの白人になったやろ思うし、なんなんやろ、怖ない、プリントス白人なんですよ、テリーマンの実写版みたいなっていう感じで、ほんで着いたらとにかくねズキズキ痛いんですね。ほんで AD の女の子に、ごめんちょっとめちゃめちゃ痛いわと、ロケどころの騒ぎやないわと。ほんで、あそうですか、ごめんな痛いわ、ちょっと休憩させて言ってね、矢野にももうごめんな言って、で、あのね、控室用意してくれてあるんですよ、そこで、ね、控え室座って帽子取ってね、こう触ったんですよ、見たら血出てるんですよね。ほんでもうベタなこと言いますやん、血やってそのままのこと言うじゃないですか。ほんで矢野がほんまや血やってまたかぶせてきて、流れてはないんですけど押さえたらなんか血がブーンとつくんですよ手に。でこんなとこから血出ることないですやん、で怖いから、うわどうしようってなって、ごめん血出ててな、でボコン膨らんでるんですよ、ここだけなんか本当になんやろ、お菓子で言うたらここの膨らみがあるからこれつまらんで済んだんやで、この中身みたいな、わけわからんこと言いますけどここは味噌なんですみたいな膨らみがあるんです。もうかごめんな、感覚のもんやからな、それぞれそんなこと食べたことある人だけ笑ってくれたよな、ボコンとなってんねん。ほんで、ね、これ3個分ボーンなってるし血出てんねん、なんかない言うて、で企業訪問に行ってるんですね、工場見学で矢野と行ってるんで、工場の工場のまた工場の訪問、3つは工場みたいなとこ行ってるからないんですよね。
で朝も早いから用意がこっちがあるから普通の業務が始まったらそんなのあると思うんですけどないんですよ。ね、ほんで AD の子が必死で探してきてくれて、これやったら今って言って出されたんが、これ見たことないわ、これぐらい大きいシップやね、ハサミないです、かっこハサミないです、おかしいやん、こんなハサミなくてこんなもんベローンってやって温泉入ってるおっさんやないねんから、ここまでシップしてよ、耳まで全然痛くないとこまで、なんで柔らかくしなあかんのって言うて、いやこんなんじゃなくて言ったら、たまたま一人バンドエイドを持ってる人がおったんです、一枚だけで持ってきたのが、またわけわからん真っ青のバンドエイドなんですよ、もう綺麗な青の、ほんでねこうやりながらこう貼ったんですよ、でここにプンってバンドエイド貼ってね、で振り返ったら AD の子思いっきり笑い我慢したんですよで何おもろいって言ったら、いや可愛いですねって言うんですよ、あそうで、まあこれは終わったね、ほんでまあロケも普通にして、ほんで家帰って、で次の仕事まで時間があったから、もう痛いからもう、ね、横なろう思って、でね帰って嫁にね、こんなんでさ、でこうなって飛んでな、白人ガーン出てきて飛んでって説明しても何も反応あらへんわね、でああ言うと、あそうそう言うて、めっちゃ痛いでってパーって取ったんですよ、嫁がねもうそんな癖なかったんやぐらい鼻が伸びたんですよ、この鼻の下がね、で笑てんのとね、旦那がねすごい閃光の中白人を見たぐらいの衝撃を、俺ものすごく伝えてるよね、俺正直こんな初めて言うけど喋りはまだ上手い方やと思うとね、まだ伝えれてると思うよみたいなことを言うて、笑うそれでもみたいな、笑うてない笑うてへんって言うんですよ、ほんで何なんと、いや笑うんやったら笑えやと、いやいや笑うてない、でも鼻がもうねゆっくり伸縮するんですで伸縮しながらね、僕見て後ろ見とるんですよ何があんねん思って、ほって見たらキティちゃんのカレンダーとこう見比べてるんですね、あお前アホかと、これリボンに見えるらしいんですよなんやキティちゃんの友達のおっさんが現れた思てんのと、ニューキャラ登場や思てんのと、いや全然思てへんまでどんどん早なるんですね、そう全然思てへんなってね、全然思てへんで、もうええわって言ってね、でもう寝ると次の仕事まで、ほんでブログに載せるから写真撮って言うと、これで写真撮ってもらってね、ほんでもう寝る、病院行った方がええんちゃうって言うんですね、でも病院も今むちゃくちゃやんか、もう今日は外科ないですとかそんなことばっかり言い張るわ、そやからもうそんなもし電話しても時間もないしもうええわ言って寝るって言って、ほんで嫁の友達の看護師さんがおるから電話して聞くわとね、うん、でだからそれでちょっと病院行った方がええって言うやったら行った方がいいしとか、もう分かった分かった、もういいとか言って、でもうすねてね部屋に入ってこう寝てたわけですよね、ほんでガバって5分ぐらいしたら戸を開いて嫁が顔だけ出してね、あの朝打って夕方ぐらいやったんですね、だからもうそんなんで、まあ、時間も経ってるし気分悪ないし、なんやったら本人が行けへんのやったら、まあ、様子見てもええんちゃうと、行った方がいいよって、でもええんちゃうって言うたって言うんですよ、キティちゃんのお友達は行かなくていいのですね嫌味で言うたんです、嫁がブン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 ってうわーなって、な言うてへん言うてへん言うて、あそう分かった寝とくわ、起こしてな何時にごめんな言うて、バタンって閉めたらガチャってまた開いてアイネが入ってきたんですね、で寝てたらそのバンドエイドのとこ押しおるんですね、こうやってね、いやもうスロットやないしみたいなね、ほんでね何してんの言ったら、ひょちひょちって言うてるんですよ、で何言ってんのかな思ったら、ヒョティって言ってるんですね、絶対嫁電話で、あのな旦那なキティちゃんみんなってヒョティちゃんやであれみたいなこと言ってるそれをアイナがこうやって聞いてああやりながらヒョティヒョティって言うとるほんでね嫁にねヒョティってなんやって言うとるほんならもう鼻が完全に伸びきってるって言うてないって言うんですよ嫁は、ただ子供がねキティちゃん文字ってヒョティちゃんとは言わないんですよそういう疑惑が最近よく出てくるんです、あのね嫁が安室奈美恵さんのコンサートに行ったんですね、ほんでね子供を預けてきて後輩のとこで、僕も帰ってきて嫁もみんな帰ってきた時に、安室奈美恵コンサートに行くっていうのをずっと言うてるから、子供がね片言で安室奈美恵って言えるようになったんですよ、ね、で安室奈美恵コンサートって言うようになったんです、でアイネは安室
ちゃんに なるの将来って言ったら、うんって言うんです。不憫な感じですよね、顔僕に似てるのにね。でも親としてはならしてあげたいですよ。え、なるのって言ったら、うんって言うんですね。でママはってなれるって言うんですよ、ね、でああパパばって言ったら、うんうん、なれないって言うんです。なんでって言ったら、ハゲているからって言うんです。確実に言うたんですね、ハゲているからって。そこで E が入るか入れへんかってえらい違いだと思うんです。ハゲとかやったらまだね、ハゲているからっていう。で嫁の方見たら、うんうんうん、まあそんなことはいいです、ね、ほんでまあもう寝る、もうこっち寝てね、寝たんですわ。ほんなら嫁がね、起こしてくれって。でも仕事やでって分かった、バンドエイドも張り替えてくれへんとか言って。でもごめんごめんと張り替えてもうたんです。ほんで帽子かぶって次の仕事場行ったんです。ほんでねバーってこう打ち合わせしてたんですよ。で向こう女の人でね、ディレクターで、わー喋ってて、で結構ちょっとこう真剣な打ち合わせだったんでね、やる前に、はあ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 、ちょっと待ってくださいよって言って、張ってること忘れてね、帽子取ったんですよ。もうったらその人がね、そんな顔じゃなかったのにね、釣りバカ日誌の浜ちゃんみたいな顔になってね。ってね、今までそんな顔じゃなかったのにね、浜ちゃんがね、奥さんに甘えてる時みたいなねっていう顔になって、何笑っとんだと一瞬ね。で何が面白いんだと思って、ああそうかと思って、あごめんなさいって、朝ねこれ怪我したんですと、こうこうこうでねって、もう全部また説明したんですよ。矢野が怖い言うて言うて、でねわーって喋っとって、うんうんってなってて、いやおもろいっすかって、ええー、って、嫁がね、キティちゃんヒョティちゃんや言いますねってなって、いや笑いたかった笑っていただいても、いやいやもうキティちゃんとか全然ちゃいますからって言うて、鏡見たらキティちゃんのバンドエイド貼られて。びっくりするな、ほんま。あのね、なんかね、病気なんやんかね、確認する病気ってあるんでしょ、確認障害かなんか、確認ちゃうの、確認ばっかりするやつあんねん、俺それやねん。水飲むタイミング忘れて間違えた。それだけ言って水飲んだら何の激迫やねん。家の鍵をもうガチャガチャガチャやってまうの、もう閉まってるか自信がないのよな、あれガチャ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 ってやって、やりすぎて鍵グラングランなんねん、もうあかんねん。ほんでね、カンカン閉まってる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 って言うてね、もう一人の僕に言うんですよ、閉まってるって言うて、で僕がうん、もう一人の僕がうんうんうんってなってて、閉まってるって言うたら、閉まってるって言われたら、よしってなってこう行くねんけど、横からふっともう一人俺出てきて、ほんまかなって言われたら、もう閉まってんな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 、何でもそうなんですよ。もうもうもうあかんねん、もうもうバルコニーに行く扉ももう何べんも何べんもすんねん、あれそういう人おんねんってね、やってまうねん、もうそれぐらいなんです僕でね。うちの嫁は全く気にしないんですね。びっくりしますよ。あのね、一回仕事早終わって電話したんです。その嫁出てたんですね。ほんでね、1時間後ぐらいに帰るからって言って、ね、あ、ほんま分かった、ほんで俺も家帰っとくわ言って、1時間ゆっくりできるわ思ったら、家帰って鍵開けよう思ったら、あれってなって、カパってやったら開けっぱなしやねん、玄関閉め忘れやねんってね、初め分かれへんや、ね、言うときますよ、何遍もやる男ですよ、開いてんねんで誰もおらんのにね、そーっと開けて、誰や誰やって言って、そっから家宅捜査始まるんですね。分かります、入って入ったら部屋部屋ね、こっち、風呂場、トイレ、リビング、バルコニー、もうこっからもうローラー作戦ですよ。まずこっちの部屋入る、こっち見る、
ね、こっちの部屋全部見んのよ。中のクローゼット開けて見て、おらん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 、ほんでこっちの部屋ね開けて、おらん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 ってなって、で次風呂場、おらん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 って言うてたら、待てよと、今便所に隠れてるやつがチェックした部屋にまた隠れたかもしれん思って、また部屋に戻るんってなる。こんなことを1時間ぐらい繰り返したら嫁と子供が帰ってきたんですよね。ほんで開いてたんやって、うん、閉めていってへんもんって言われて、まあ、他まあ見て1時間、自分に OK が出るのが1時間半ぐらいかかってまうんですよ。もう怖くて、でそんな僕です。それを頭に入れておいてくださいね。ほんでこの前、うち9階なんですけど、屋上なんですね。屋上って最上階、屋上に行く扉があるんですよ、アミンのね扉、うん、ほんでカチャッて開けるとこがあって、アミンなんですね。でこっから横からは入られへんように、なんかもうおどおどろしい、なんかガサーってなった、なんか鉄のなんかこんな尖ったのがついてるんですよ、ね、でそこは点検の時しか開けないんです、ね、鍵全員持ってないし点検の時しか開けないんですね。ほんでね、2時半頃用で帰った時ですよ、もうびっくりしすぎてんけど、はあって、自分の部屋、自分の部屋の扉がここね、家の玄関ここやったら、ここにその扉がこの辺の距離ですねあるんですよ。で行こう思ってはって見たら開けっぱなしなんですよね、網の扉が。屋上行けるんですよ。はっってなって、2時半ですよ、なんかそーって行って家の鍵開けて閉めてね、嫁大丈夫かな子供と思って、はっって見に行ってほっと見たら寝とんねん。ほんで全部見て、ね、バルコニーの鍵かかってるか見て、でもう怖なってもうビビり上がってもうてるから、嫁に「なっなっ」って、愛に起こしたらあかんから「なっなっ」って言ったら、もう嫁に寝とんねん。なあなあ、えってなって、あ、屋上に行く扉が開けっぱなしって言うたら、嫁が閉めやって言われた違う違う違う、何な、なんで開いてんのって言ったら、誰か開けたんやろ、うん、そ誰知らんやんって言われて、なんで開けっぱなしなの、なあ知らん、開いてた、おかしいやん、ああ、ほうやないやん、なあって嫁が、閉めたらええやん、違うやん、お前なと、もし誰か侵入しててよね、泥棒かなんかが上から降りてくるの、まず一発目俺んとこやないかと、いや隣も家ありますけど、お前ビビらんの、どないすんの、開けっぱなしやって言うたら、嫁が、まあ、見てきいやって言われたお前鬼かと、いやいやそんな怖いやん、そんな誰かおったらどうすんのって言うたら、女警察電話しって言われた、いやそれは違うわ、それ感覚的に違うわ、話大きしてもしゃあないよどうすんの、もう寝たらええや、寝られへん全然寝られへん、ほんな朝まで起きて明るなったら見てきいや、眠たいもん今って知らんやんって言われて、だからって言ってたら、もうアイネがずっとこっち見てるんですよ、起きてる起きてるって、それもびっくりするぐらいの状況なんです、もうね、ただアイネが起きて見てるだけでもはっってなるぐらいもうビビり上がってもうてるんですよ。でね、なでもアイネ起きてるから、もう起きろ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 、お前どうすんの、こう見に行かれしゃれならんって、お前なもうちょっとお前深刻に考えてくれと、わかりましたと、第1回兵道家非常事態宣言を発動しますと、ね、これみんな協力してくださいと、ね、わかりましたかと、ほんでね考えたんです、どうしよう、もう見に行った方が早いと、ね、これはもう見に行こう、家族守るね、言うたらね、一家のね、言うたらもう長ですからね、行かなあかんということで、ほんで俺行ってくるわ、はあ、でちょっと起きろ起きろって起こして2人、ほんであの単車で乗るハンキャップヘルメットかぶってね、で武器持ってこいって言ったんです、武器って言った、金属バット持ってきよったんですよ、ラガンって、もしおって俺やりすぎてまうからと、嘘ですよ、ほんまは取り上げられてボコボコにされる自信が1兆パーセントぐらいあるわけですよ、あかんあかん、やりすぎてまうからほんならね
奥からアイネがバーって来てね、こうおもちゃのねものすごいでっかいマイクをもう渡してくれたんですよ。アイネ気持ちは嬉しいけどな、もし誰かおってはっってなった瞬間一言聞いてる場合じゃないからな、アイネお気持ちだけいただいておこう、うん、嫁に早せ早せ、なんもないの、なんか包丁はとかでお前もう怖いわみたいな、そんなふうにちゃくちゃやないかい、あかんって、もうええわって、まあ、懐中電灯持ってこいって、あのね懐中電灯、懐中電灯やったらボーンいけるぐらいでっかいからね僕のね、これで行くわって見てくるから、ほんで玄関のとこ行って、でお二人こう玄関のとこ立っとるんです中でね、で僕が鍵外開けて、あのなと、俺にもし何かあったらあいね頼むでとな、俺はもしここに帰ってこれなくてもアイネのことはお前頼んだぞって言った、もう嫁ごらんなくてもんほんでな、もし次結婚したいとかあったら気は使わんといてくれとこんなええ話してんのかなと頭に背中で電気消したりとかして何くらいお前そのもたれんな言うてるやろここいつも電気消えるねんここはアホかなって言うて嫁ごらんって言うからもうええわと、でアイネにね、アイネパパ今から行ってくるからね、パパ今から戦ってくるよって言うたら、アイネがパパ早いっちゃって言われて分かったと、兵道家の女性陣の気持ちしかと分かりましたと、じゃあ行ってまいりますとあれ持って上がったことがないからね僕も、上がどうなってるかが分からへんからキーって開けて出て行ってくるから閉めて行こう思ったらカチャカチャって鍵が閉まったの。ちょっとガチャって開けてもうてカチャカチャって、なんで閉めんの、閉めた方がええやん、あかんやんって、走って逃げてきたい時あるやんって、見てわーってなって走ってきて閉まってたらあかんやん、開けとこうやね、どうすんの、だ聞いといて音ね、何かあったら言うから、その時に閉めてって、なんて言おう、でもキー動転して合言葉決めとこうって言ってパッて見たら、アイネがあのリトルマーメイドのコップでお茶飲みながらこう見とるから、わかった俺マーメイドって言うわな、その時閉めろとな、ほんでこう言うとくぞと、今コンコンコンってやって開けたやろな、俺がマーメイドを発した瞬間に開けんなよとな、マーメイドと俺が言うからにはもう俺は生命の危険にやってることやと、だから開けんなと、もし俺やって言うても開けんなよと、俺がなんかにこうねコルとかなんかで脅されながら、あ俺やけどうん大丈夫やで、ね、開けてって言って開けた瞬間コルトのやつがバッて来るかもしれないだから嫁がもう早行きいなって分かったなってあんな言うんじゃなかったわほんま、閉めてもうブルースリー気分ですよ、カンフーも何もしたことないのに螺旋の階段なってるからね全然いけへん3歩進んで5回ぐらい鼻触るからねライトつけられんからね、初めはそーっと上がっていってブルースリーみたいにねって、いやほんまにでもブルースリーみたいに奥行って2メーターの黒人がこうやって待ってたらもう僕は終わってますからだって見に行って上まで何にもないんですよね、ただあここ怖いなと、屋根伝って打ち来れるやんっていうのは確認できたんですよ、で危なかった、これ明日管理会社にすぐ電話やな思って、なんで空いてたか原因を突き止めてもらわなあかんわ、はあ、ってなってピッて明かりつけてパッて行こう思ったら、ちょうど死角のところにドレッドヘア当てた細身の男が立ってるの、マーメイマーメイそのねマーメイぐらいでモップやんっていうのは分かったんですけどマーメイってなって瞬間にカチャッカチャって鍵が閉まったやばいと思ってあってなってわーって降りていってゴン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 俺俺ゴンゴン俺って言っても何の返事もないんだよいや俺やからほんまに俺やからほんまに俺って言ってピンポンピンポンと押してピンポン3回ぐらい押してやっと出てきてくれてはいって言われて俺俺嘘やろって言われて嘘ちゃうと思う
嘘ちゃう、コルトで脅されてない、ほんまにコルトで脅されてないって言えって言えってコルトで脅されてない、わかる、だからこれを言えっていう感じでコルトで脅されてないよ。夜中の3時前ぐらいですよ、5分ぐらいずっとコルトで脅されていない。もうね、あの子供ってね、このほんまに子供になっていく時ってあんなんなんですかね、言うこと聞かへんわ、でもっかいもっかい言うねんな。でこの前もね、なんかねこうやってねハイハイしてね動くで怖いみたいにやられるんですよ、ほんでハイ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 やってついていくんですよ、でねシャッて立ち上がるから僕も立ち上がる思ったら食卓でね思いっきりガーン頭を打って痛ってなったら寄ってきてもう一回って言うんですよ。いや違うよ、これもう一回できへんやんと、こんなもん本気でいかれへんからね、そやからねこうやってねコンってやって痛いって言うたらもう嘘かどうか分かるんですよね、もうえ何それ白心なもんないなみたいな、さっきちょっと泡みたいなの出てたのに今出てへんやんみたいな、そこまで言わないですよ、あんま喋れないですかまだ、うん、なんかそんな目で見よるんですよ。でね言うこと聞かないんですよね、ご飯まず食べないですね、あれ2歳ぐらいは、ほんでねすぐねジューチューチューチューって言うんですよ、アンパンちゃんジューチューって言って、アンパンマン何でもアンパンマン出て、あれボロ儲けやなアンパンマン何でもアンパンマンやで、何でもあるわアンパンマンで、いやもうゴルフクラブでアンパンマンとか出てきてもおかしないぐらいのもうアンパンマンの普及率ですよ。でねアンパンちゃんジュース、ジュース好きなんです、あかんご飯食べなさい、ね、ほんで豆腐は食べますね、偏るねあれ豆腐食べますね、でプー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 言うよね、豆腐のことプープー言うよね、でプープーあげる食べよ、ね、だプープーだけでね食べてたらそんなんなんか豆からできた体みたいなのが嫌やから、ご飯も口入れたらねブエーって出しよ、であかんやろそんなんしたらって、食べ物を粗末にしたらダメって言うて、もうでこう取って置いて今度したら怒るよって、で人参をちょっと口入れたら、で人参をねえぶて取ってバーンって下に掘ったね、これあかんやんか、こらあかんやろ下に掘ったら食べ物そんなもしたらあかん、次やったら本気で怒るよって言って、ほんまに怒らなあかんと思って、でもっぺん人参入れたったんですよ、ほんだらもううえー言ってブワーン下に掘ったから、もう本意気でね初めてぐらいにねこらー言うて食べんでもう向こう行け向こう行け、もうちょっと下げてご飯、お前らが向こう行け、でもちっちゃいままおれお前はちっちゃいままや、おれ向こうへ、もうびっくりしとんねん、もうあかんで、もう食べさせん食べさせんでええで、アンパンマンちゃんとこのジュースなんか絶対あげんからな、あかんもう向こう行け、でもどっか行け、もう出て行け言うたら本気でもう怖がって、でもこれは言わなあかんと思ってね、こんなもん食べもんな、こんなこと食べられへん子もおるんや、そんなもんでお前なあかんやろ言うたらもうってなってすぐこんなんなりおるんすよ、ほんでなんか知らんふりしおるんすよちゃんと目見ろ、カモメしたあかん、もっと怖い目で見たるってグー見たったんですよ、ほんでもうなってなアイネの子どう思って言うてんねんで、わかったなって言って、もう角のねここ行ってね端っこずっとで見てるね、でもこれは僕は正義だと思ってるわけですから、でそっから切り替えないとダメですから、前に分かったらもうご飯はもう食べなくていいね、なそぼって言ってなって言っても全然来ない、もう角見たまんまもう怯えてもうてんねん、難しいな教育って、ほんでおいでって言って、ほんでこっちこうやって 見出したんこっち、もうしゃあないやん、もう怒ったんはこれは俺は間違えてない、でもここから遊びはもう楽しくやろう思ってプシって気合い入れて自ら食卓の下入ってガイッて言ってゴンって当たったよ本気でね、イタッて言うてうんま似たかったのよ、で思うでも笑ってもらおう思ってイタッて言うてほってみたら、なんか大人やね女の子早いですね、なんかイタッて言うての寄ってきてねってやんねん、うちの子は何なんやろか、大人びてるというのか、たまにドキッとするコメントをする時があるんですよ、なんかね怖い、もうなんか怖い、この前、ま、今流行ってる遊びで寝室、嫁と子供の寝室に行って、僕と子供が真っ暗けん中布団をね
上かける布団をアイネが座って、僕はこうやってこっちに垂らすんです、壁のところに。ほんでもう隠れてまうんですよ。ほんでアイネがイッチェチェチェって言うんですよ。一斉のでという意味なんです。でアイネがイッチェチェチェって言ったら、僕がまあまあって言わなかったね。俺はもう方程式的なもんです。もうね、でまたイッチェチェチェって言ったら、まあまあって言ったら、はいってママが言うて来たら、来ちゃ来ちゃ来ちゃって言うようなんですよ。ね、ほんでバーってめくられて、おったーってアイネ言われて、キャーっていうのをもう一回ってやらされてたんですよね。前ですよ。今もまたまにしますけど、その時にね、ちょっとドキッとしたんですけど、もう布団かかったんですよ。でイッチェイッチェって言う前にアイネがちょっと離れてたんですね、座んのが、ね、だからこっから出とるから、こっちに引いたろう思って肩にこう手回したんです。ほんならね、あかんって言うたんです。幕開けですよ、中はね。急にね、手回したらあかんって言うから、ごめんって言うてもらう。親子ですしね、38歳と2歳ですからね。違うやん言って、もう肩に手回したらあかんって言うんです。でなんかドキッとしてね、なんか2歳やろと、女やなと思ってて、思ったこともあって、ほんならもうね、無視の仕方が尋常じゃないんですよ。もうなんかほんまにね、次の、まあ、その日はもうなんか嫌われたから寝るわ言って、もう寝たんです。で朝早い仕事やし、また仕事行って、で帰ってきて、もうギリギリ帰るんです。もう必死こいて、アイネの顔見たいから、もうちょっと新幹線を早めてください言いながら無理言うて、で単車バーって行って帰って、でただいま言うたら、いつも走ってくるんですね、アイネ。タタタタタタ言うて、で走ってきて僕の前で意味なくバーってやるんですね。でこれがおかえりというポーズなんですけど、もう走ってこない。もうあれ走ってけへん。次の日中入って行ったら、なんかね、野菜でマジックテープの野菜がくっつくやつがあって、ほんまに切ったらシャカって切ってる食感みたいなおもちゃがあるんです。それをなんか寡黙な板前さんみたいにずっと切ってるんですよ。ただいまって言ってんのにシャカ。もうね、もう胸痛なってきてんの。どこまで怒んのんっていう話やんか。どこまで何持つのんってなって、一言も喋ってくれ。もう落ち込んでね、いやアイネのためやと思って言うたけど切れすぎたんかなとか、いろいろ考えるわけですよ。で次の日また仕事、これ早めに終わったんです。4時半頃かな終わったんですよ。ほんで帰ろう、いつまでもすぐ帰ってアイネとね、いちゃいちゃいちゃいしまくって、んでなんですけど、今帰ってもね、また寡黙な親方待ってる思たらね、なんかね寂しいなぁ思って、もうなんか飲みに行くか今からとか思って、こう地下街から出たんですよ。ほんなら駄菓子屋さんがあって、あんま入ったことなかったんで、ちょっと入ってみよう思って入ったら、懐かしいもんいっぱいあるんですよね。どんどん焼きね、どんどん焼き知らん人います？20代の子知らんのかな。どんどん焼き知らん人います？あ、知らんの？あ、知らん。その中段も知らない、上も。どんどん焼き知らん。めちゃめちゃ今から考えたらすごいよ。お菓子の中に当たりのが無造作に入ってねんからね。そんな時代ちゃいました。みんな当たりって書いて紙が入ったんねん。だそのまま食べてまう時あんねん。あ、当たったもんね。そのまま入ってくるじゃん。でお菓子見て友達思い出したりしますよね。このどんどん焼きは桑地くんが好きやったなみたいな。桑地くんは小学校の時、女の子の顔を、末永さんの顔をバスバスと好きよったよ。人じゃないやろ、女の顔。顔やろ。で中田先生にバチンやられて、止められて、なんで女の子を叩くんやったら、だってな、こいつな、俺な、クワちゃんのにな、俺のことな、ちくわって言うたってわけのわからん理由や。うわぁ、ちっせぇこの男みたいな。でヨーグルトね、あのちっちゃい10円の容器のヨーグルト、中に何あれヨーグルトじゃない、大人になってわかった、これはヨーグルトじゃない。何かヨーグルトに似た成分のものだっていうのが分かる。でもあれも美味しかったわ。あれはパンツが好きやで、パンツというあだ名のところです。裏くんって言うてね、裏パンツというあだ名なんです。パンツというあだ名かわいそうだったわ。河川敷近いんです、うちの地元って。で遊びに行った時にね、みんなエロ本とか探しに来よるんですよ。でそこにね、白のブリーフが押してたっていう話になってね、でそれをペラッてめくったら、ひらがなで黒いマジックで裏って書いてたんですって。ほんまかどうかも知らんで、そっから
パンツになったんです。浦君はその裏のパンツじゃないと思いますよ。表前表裏の裏って書いてただけかもしれんの。裏パンツや。弟もっと可愛いで2年後帰ってきて無条件にパンツの弟だからパンティーになったんですけど、6年間パンティーですよ。小1で入ってきて全員においパンティーって言われる。かわいそうやわ。グーやって食べてたわ浦君。で最後ベロ入れてたわ。でね、チビの時にあれが大きなってほしいわ思ったら今大きなってんねんな。あれはすごいことですよ。だから僕らぐらい世代の人がお菓子会社に入って夢を叶えたわけでしょ。あれは夢の塊ですよ。夢を現実にしたお菓子ですから、買おう思って、まあ、こうって持って帰って食べてみたんですけど、あれぐらいがちょうどええね。あんまりあんなもんで食うもんで、まあ、残しちゃええねんやろうけど、思いがあるから一気に食べてしまったから。ほんでまあいろいろ見てたんですよ、キーモギュって。ほっと見たらお面売ってんねん、ね、アンパンマンとほんまアンパンマンやな。ほんでメロンパンナちゃんとかドキンちゃんとかで、あバイキンマンとかで、もう名前知らんわ。ヒーローのこんなになってケーンってなってるやつパンパンって。ほんでちょっと笑ってまうねん、あれいつもスタンダードにひょっとこおんねん。誰が買うのこのひょっとこ思いながら。なんでこんな華やかなところになんか名人芸がおんねんやろみたいな、ね、ほんでこう下見たらね、ドラえもんねあるんですよね、で今うちの子はちょうどドラえもんにハマってるんです。ねドラえもんって言えないんですよ、ドリラちゃんって言うんですよ、うん、ドリラちゃんドリラちゃんって言って、であドリラちゃんあるやん思って、でこうて帰ろう思って、これでねなんかちょっとやったろう思って、でそれをまずこうたんです。高いわ500円やって安いんかな、円にしとかって700円ぐらい取られんのかなお前ら、まあ500円か思って、まあこうたんです。ほんでドリラちゃんを買ってもう家そうそうと帰ったんです。ほんでガチャってやって来てくれと思ってガチャってあげてももうこのままないんですこれね。もうまたもう今度はなんか知らんけどキティちゃんのこのハートの化粧前でイヤリングをずっとこうやって何遍も落としながらこうやって、ただいまって言ってるので、ドライヤーついてますね今、ドライヤーで髪乾かしてね、お出かけですかって言ってもなんももうええわ言って、でこれは僕の中の演技なんですけど、嫁にもメールはしときましたから、もうパパな自分の部屋入るって言ってバンって部屋入って着替えてね、薄いブルーの T シャツがあるからそれ着てで濃いもう昔履いてたジャージだったんです、青の履いてもうムチムチなって思って、でその上からジーパン履いてジャンバーだけ着て、ほんでカバン持ってもうパパ出ていくわって言うたんです。パパもう行くでって言うても、もうずっともイヤリング落として、ママもうパパ行くわ、今日帰ってくるかどうかわからへんわって言うても、もう知らん顔してええか、でバーン出て行って、ほんで玄関バーン閉めて、うち9階2世帯しかないんですよね。でこっち側はちょっと広場みたいなちょっとスペースがあるから、そこでズボン脱いで上脱いでね、薄青と全然色ちゃうねんで、でドリラちゃんのお面かぶったやん。お面ってあんなしんどいもんな、ヒゲのねこの辺にちっちゃい穴がバーッて開いてるだけやから視界も悪いし、でもう息もしづらいねんな。でおっさんやから臭いやんか、もう臭いのが跳ね返ってくんねん、ブン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 、うわー思いながらバタンって、うわ聞こえて、一番聞こえたくない音がして、ほって見たらあのブツブツから隣の人がこうやって見てはる。でもあーすいませんとか、うん、大変ですねってええとんで言われて、テレビ以外もひょうきんなんですねとか言われて、そんなもんですみたいなわけのわからん、ちょっとご飯行ってきますとか言って、もうお二人ええ感じのよくお隣さんなんですよ。でわーってご飯行きはって、ほんでねもうバーってでピンポンピンポンと押して、ほんで嫁がね誰かなとか言ってガチャって開けたんです。ほんだらムチムチのジャージ青、薄いボロボロの T シャツでドリラちゃんのお面かぶってバーって入っていったんです。ほんだらね嫁がドリラちゃん来たよって言ったら、ウィーンってなってたのをパッて見て、はってなって走ってくるんですよ、パタタタタって言って、ほんでこっから見たらね、もう目がもうすごいって、お面見たの初めてなんですうちの娘、はってなってなんです、ドリラちゃんドリラちゃんって言うて、あってもう握手みたいになって、でもうバレるもんや思いますやん、すごい
ほんで僕思わずこう握手してね、僕の中の精一杯のモノマネで僕ドラリちゃんって言うてしまったんです。こっから僕はあドリラちゃん、ドリラちゃんとして2時間生活しなあかんなってしまった。これはすごいですよ。ドリラちゃんはまずドリラちゃんをバレると思って、まあバレるやろ当然と思って家の中連れて行かれるんですよね。ほんで僕になんかこうやってこうやって見とるんですよ。わかるやん、チャリ毛出たままやで。でここにランバード水野って書いてんのに、まあこれ分からへんとしてもね、ポケットもないしね。ドリラちゃんって言うて、もうキラキラになって目、もうしゃあないからちょっと乗ったれどバレるまでと思って、どこに座ったらいいのですかみたいな、モノマネもブレてきてね、だんだんもうなんかバカバカ大学の後輩みたいな喋り方になって、どこに座ったらいいのですかみたいな、もうね、もうなんかこうってやって、あのとテーブル、食卓じゃないテーブルの方にこう座らされたんですよ。ね、ドリラちゃんと緊張してるんですよ。ドリ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 ってなってるんですよ。んでなんか遊びたいからね、僕も遊ばないんですのみたいな、だんだんそのモノマネのレベルが金ちゃんの方に触れ出してる。行こうよみたいな、もう訳分からんけどこの喋り方は崩さんとこう思って、うん行こうよ言うたら手引っ張ってね、寝室も連れて行きよる。で、ほんでまた真っ暗けですよ。ね、カーでも閉めてるから。ほんでね、こうかぶれかぶれって言うんですよ。で、かばってかぶった時に、一回ちょっと試してみようと思って、アイリーのね、肩にこう手回したったんですよ。ドリラちゃんがね、パッと倒したらね、ビクってなってね、黙ったんです。でえってなった瞬間、あかんって言ったんです。よかったと思って。人気者やったら許したりとか、うん。ミサオは硬いとかわけのわからない。ちょっとねスターが来たらけども、ちょっと考えたのは、まあ、女としてしゃあないとしてもあかんって言うたらこいつやるよな思ってね、ほんならね、いっちゃえちゃえちゃえって言うから、もうドラえもんのねモノマネなんで知ってねんってなるけども、なんかね、まあまあみたいなわけのわからないなって何遍もやらされて、でもずっとドリラちゃんね、ドリラちゃんのママなんです。でご飯食べようってね、もう食べれないですよね。僕はお腹がいっぱいなんだよ言うてね、アイネちゃん食べなさいって言うて、ほんで人参食べなきゃダメだよって言って、ほんなら食べるんですよ。もうねドラえもん満金で笑ってるんですよ。お面は中はもうこのようになってるんですよ。あそうなみたいなね、これが言うたらね食べんねえやみたいな、でも言わなあかんからね、ご飯も食べなきゃダメだよって言いかける前にもうパー食べてるんですよ。でも何か、いやもうご飯全部食べようってなんですってなって、顔に言われてますよ。ほんでハーってなったんや。嫁も調子乗ってきて、あいねドリラちゃんと一緒にお風呂入り顔は割れてますよ、お面は。僕は中でこいつ何言うねんお面残したまま全部脱いでね失礼しますっていうのもね、やっぱり思ってちょっと雑やけどね、ちょっとお前って言っておらん時にもうボロボロやねん、バスタオル出してもらって青ので巻いて青のタオル首からかけてちょっとラフな感じになってしまったんですけど、もうこれは外されへんと思って中入るね。ほんで湯船に入らないとダメだよって言ったらもう入ってくるんですよ。もう全然嫌がんのにふわーってなって、もう一生懸命やってるんですよ。ほんで頭も洗えよって言ったらこう頭洗えるんですよね、こう出すよ。でいつもはねシャワーでバー流すから目が来ないなってあー言うねんけど、もうドリラちゃんの前やからね、もう肩へとんねんってそれ見て泣きそうなるやんか。うわ俺ん時はもう言うのにね、なんかガーッて我慢しとんねんってなって、はあ、そんなもんなんやなやっぱりと。で次ね洗えって言うんですよ。で あ分かったね、洗うよー言うて石鹸をやってわーってここやってね、ゴムちょっとペッと上げてしょってやって
ゴム手上げてさ、いや失敗したわ。あんなもん洗うもんやないで、お面かぶってまず熱気で倒れそうやな抜けるとこがないから、あんなちっちゃい穴しかないからってなりながら、シャワービャーやったら全部こうもうね、何もう1時間以上もうやってるから、もうグラグラになってるから全部入ってくんねん、この中に石鹸がグワーってなって、ほんでね、アイネも洗ってくれるんです。洗ってくれるってもうこれだけなんですけども、洗ってくれた。ほんでバーってやってもう見えへんがな、ほんであー言うたら向こう向いた瞬間にバーっとったりとか何遍もして、もうやっと目開けるようになって、で上がった。でまあまあ上がったのよー言うて、もうわけわからへんねん。で体拭いてもうて出て行って、で俺もうね、もうバスタオルも全部バーンって、もうそこでもう風呂場の中入れてボトボトやから、で拭いて体違うので、ほんでその格好にまた戻って、ほんでバーって行こう思って、でもう寝る時間やなそろそろと思って、もう寝ないとダメだよって言ったらね、ないな、いや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 みたいな感じになって、ほんで僕ねパソコンでね怒らなあかんもんがあったんですよね、ワードでちょっと書いたもんをね怒らなあかんかったん、時間やばいな思って、ほんでチャーッと自分の部屋入って電源立ち上げて、でワードをやってたんですけど、いつ入ってくるかわからんからもうつけたままなんです、ドラえもん見づらいのワードが穴からしか見えへんから、でわーってやってたん、ほんならアイネがねガチャって開けて入ってきたのよ。ほんならね、あかんって言うんですよ。えと思って、で僕ね手引っ張るから遊んでほしいと思って、ちょっとだけやらしてよって言うたら、あかんあかんパパパパって言うんですよ、ね、パパのパパがいつもお仕事してるとこやからね、あかんあかんあかんって言うねんな。ほんでええちょっとだけやらして時間がないよって言うてもう元気あらへんわなちょっとねわーいとか言うて、ほんであかんあかんあかん言うよね。ほんでもうあったったらうわー言ってむっちゃ怒った顔になって、パパパパパパグーってやって、もうあんまりグーッ冷たてるから痛いから、立ったらね後ろまで押してね出そうです家をね、だパパ使ってるやつを使うとあかんって言う、もう涙もろなってるやんかもう僕ね。でもうねドラえもんのお面笑ってるけど中もう号泣や俺ほんでね、パパは好きなのってもう三輪先生みたいなこんなもんわけわからんそうだよ、パパは好きなのって言うからうんって言うから、仲が良くていいわねドラえもんにしなしなしな思ってんねんけど、号泣と気持ちでもうあかんねん。でね、このまま帰ったら悪い印象やんかね、悪い印象のままドラえもんが悪い印象になったらあかんからね、今日はごめんね、今から帰るけどまた来ていいって言うたら、ほんならうんうんって言うんですか、パパと仲良くね言うて、ほんでもう号泣しながらお面の中バーン出て行ってバーン閉めて、はーってなってたらさっきご飯行ってた人が帰ってで俺もお面取って泣いてはるやん。ほんで向こうにしたらね、2時間ぐらい前はテンション高くてすまへんなって言うね、ちょっとそんなもんでさ言うてたやつがドラえもんあげて号泣してるわけですよお前何やらかしてみたいな感じですやん。でもわーってなってで困わって言おう思ったんですけど、2時間あの喋り方やったから隣の人にこんばんは